わー、広め、何もないな、広いけど、まあ、ここでなんか育てたりするのかな。休ませてあげますか。お願いします。お預かり、元気になりました、ありがとうございます。何もねえな、見ろよ、何もないでごわすよ。緑、向こうに見えるのがエンジンシティ。はい、あそこに行くまでどれだけのポケモンで会うだろう。いや、そんなに、なんだソニアじゃん。ついてきたのね。おばあさまに言われたね、あんたとは旅に出るのにあなたはどうするのかしらって。大変ですね。気にしなくていいから。それにあんたたちが森で出会ったポケモンのこと気になるし、ちょっと調べてみようかなって。何か分かればきっとおばあさまも認めてくれる。やっぱ大人って大変なんだな。だから気にしなくていいから。私も久しぶりの旅だから釣りやキャンプ楽しむし。よし、赤く光る巣穴を調べまくってダイマックスしたポケモンと戦いまくって伝説の1ページにするぞ。もう全然1ページから先進んでねえな。もうダイマックスしたポケモンは本当に強いんだからね。忘れずに自分の相棒のポケモンをダイマックスさせなよ。ワイルドエリアのあちこちで赤いオーラが見つかるの。自信があれば調べなよ。ダイマックスポケモンがいるからね。よし、素敵な、あ、先輩からの素敵なプレゼント、ポケモンボックスを手に入れた。すごくない？こんなハイテクになったの？もうポケモンセンター行かなくていいじゃん。R ボタンを押すことで帰れます。すげえな、進化してんな。ポケモン預けたり、預けたポケモン連れ出せるし、ポケモン捕まえまくってポケモン図鑑も埋めてね。冒険の始まりだ。行きましょう。めっちゃ赤いとこあるじゃん。ここにダイマックスっていう大きいポケモンがいるのかな。ちょっと行ってみよう。もうこのレベル帯で行けるのかな。もうとりあえず行ってみるわ。ダイマックス、イワークがいる。イワークめっちゃいる。風さえなければまだ逃げてみよう。イワークはいるだろう。よし、しかも弱点、雨が降っている。あ、結構レベル高いんだ。あ、死ぬか、生きるね。うわ、でもこれさ、どうする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 。これ一回こっちのターンに回れば経験値美味しいんだけどな。あ、無理か、ちょっと欲張ったか。どうしよう、次のポケモン、おきくさんの電光石火でなんとかなるかな。うわ、経験値欲しいがためにポケモンを犠牲にしていくという。食らわない、全然食らわなかったよ。あー、ダメだこれは、逃げよう。ごめんポケモンたちよ、こんなかわいそうなこと。逃げられない。うわ、呪いさっきやってくれればよかったのに。ほっぺスリスリ、あ、効果ない。やばいな、逃げれないかな。あ、逃げ切れた。そう、岩に電気は効かないんだったね。いやーね、無知って。ちょっと回復します。いや、これどうする。こんなに急にレベル上がる、むずない。うわー、なんか知らないポケモンばっかりなんだけど、どうしよう。何こいつ、何これ、ウーバーイーツのお兄さんみたいな。なんですかこれ。
ワルデーに手に入れたちょっと珍しい道具を100W？ なんだ、金じゃないのか。冷やかわたったのよ。なんで 100W って。金とはまた違うんだ。ここら辺、あ、ワルデー光ってるところにはポケモンの巣があります。巣にはダイマックス住んでいても調べること。一人でも4人で戦います。50W もらった。これは稼いで、あの、ああゴースとホッティホッティ勝てない。いやでもレベル高いんだよな。うー高い。え、なんでこんなレベル帯が違うのみんな。ワンチャン捕まんないかな。投げる隙がないか。逃げきれないか。呪いって体力半分減るんじゃなかったっけ。ワンチャンあるぞこれ。戦う。もう一回呪ってくんないかな。あー一発だろうな。いやマジでこんなむず、え、逃げれないし。確か悪効くんじゃなかったっけ。いや無理だよな。え、これさ、ここまだ戦っちゃいけないってこと？あ、100溜まった。いきなりレベル上がりすぎじゃない？多分ここは後にまた行くっていう感じじゃないかな。いや、え、前と後ろと、気持ち悪。あ、怒った。あなた変なウーバーイーツおじさんに買います。ケイリンアメ XS、 一匹の経験値がほんのし、あ、多分予想なんだけど、ここはまだ早いんじゃねえかなと思う。多分通り道っていうだけであって、だから広くて逃げやすくなってんじゃないかなと思うんだよね。だからちょっと戦いません。トランセルには勝ちたいけどね。今チワワしかいないんだよな。あ、ナナじゃん。やっぱり強いキャラクターとかはレベルが高くなってんだ。強いというか珍しい。え、脱皮とかあんの？硬くなる。防御力が上がる。ほっぺスリスリ。これってさ、あれなのかな、一応電気だけど静電気って意味なのかな、ほっぺスリスリって。かわいいな。あ、全然食らわない。どうしよう。よし、オッケー。それでそんなに美味しくないんだよな。とりあえずレイドバトルっていうのもやってみたいんだけどな、4人でやるっていうの。
この金もよくわかんない。あ、こいつ知ってる。あ、なんだったっけ、金銀で出てきたんだけどな。ネルッチョみたいな名前じゃなかったっけ、違ったっけ。すごいの釣っちゃった、すごいの釣っちゃった。今だけ100。うわ、これぜなんかさ言わないの怪しいよな。よし、この 100W ですごいのを交換してもらおうぜ。わお、すごい決断。はい、お役様すごいのよ。真珠？あ、安いんだ。真珠って安いんだ。メモを見つけた。ワットというエネルギーが溢れている。光ってるポケモンの世界、光ってるポケモンからワットを手に入れること、ワットをいろいろなアイテムをもらえる。なるほどね。今のはワットってやつなんだ。とりあえずポケモン回復させたい。おー、エンジンシティ。あ、イワークとかいる。でけえなイワーク。ここがなんか何、最初のジムリーダーがいそうだけどね。でかでかない。いや、なんか右のやつめっちゃ気になるんだけど。え、自転車があるってことは自転車くれんのかな。え、何こいつ、ピチューじゃないの。チラーミーちゃん、チラーミーって何。おい、早いな。悪いよ、通り抜けるなかなか見どころあるじゃん。もう何回死んだことか。だけどくたびれたでしょ。ちょっとポケセンに寄ろうよ。ポケモントレーナーなら楽しめるものがあるからさ。ちょっとスタバ感覚みたいな感じで行っていいので。無償だよね、ポケモンセンターって。お金取られないからどうやって経営してるんだろう。ロトミーってのはね、ロトムインフォメーションのこと。トレーナーに便利なマシンで、ポケモンリーグカード、初めてリーグカードをカスタマイズできるんだよね。ウリもリーグカードをいじってみたら、1枚サンプルあげるからさ。ありがとうございます。あー、なんかこうプロフィール的なね、ネットにつながってた。うわ、めっちゃかっこいい。え、俺もサインとか書けるんですか。ちょっといじってみようかな。てってってってん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 。とりあえずポケモンを回復します。おお、すごい。まだちっちゃいな俺のポケモン全部。またのご利用お待ちしております。はい、よーし、ちょっとカードメーカーで遊ぶか。何しよっかな。背景はちょっとモダンな感じ。あ、あー、ちょっと後ろが激しいな。これぐらいにしとこうか。強そう強そう強そう。クリアコード、 OK。 よし、星1なんだけど。よし、これ服装とかも変えれていくのかな。どうなんだろう。あれ、通りのすごい通りね。エンジン室にやってきた目的は覚えているかな。なんだっけ、ちょっと自分チャレンジの開会式。でけえ。明日開会式が行われるのはエンジンスタジアム。スタジアムに行くにはあちらの昇降機を使うのだ。はあ、オシャンティ。ブティックとか寄っちゃうけど、忘れずにスタジアムで受付を済ませておきなよ。じゃ迷わず行くわ、もう。すげえなー、でかい。イワークよりでかいな。これどうやって上がるの、どうやって上がるの。バギョア。お、リザードンじゃん。お前がいてくれないと俺はスタジアムにも行けない。だって俺はこんなにでかい昇降機を見失うんだからな。リザードンがタクシー代わりなんだけど。
推薦状にふさわしいトレーナーになった、今の君ならバッチリ使いますよね。いや、出会った時からレベルは変わってないですけど、なんならちょっと死んだし。神秘の雫を手に入れた。持たせると水タイプの技の威力を。へえ。じゃあちょっと乗っていきましょうか。おーおーおおおおお。早い、重たより早い。来たか。エンジンスタジアム開会式の場所。母ちゃんはもちろん世界、全世界の人が見るんだ。俺の心がざわつく、感動で震えているぞ。ビシッといくぞ、より世界が俺たちを知るんだ。開会式でそんなにはしゃげる？ウィン。でっか。なんか真ん中のやつすげえ気になるけど。ジムチャレンジャーばかりだぞ。こいつらみんながライバルか。とにかくエントリーしよう。なんか絶対あれ固有キャラクターじゃない？かっこいい。フックおしゃれ。あ、ちょっとナルシストか。なんだよあいつ。ジムチャレンジ参加でしたら推薦状お願いします。はい。なんとチャンピオンの推薦は初めてですね。俺もだぞ。ダンテさんが2人も認めたんですか。あなたたち何者です。俺はポップ、ダンテの弟、そして未来のチャンピオンだぞ。あ、はい、しばらくお待ちください。急にしらけてる。それではお好きな番号を選びください。選んだ番号はユニフォーム背番号を使われます。どうしようかな。4番にしようかな。04040。なんか4って数字好きなんですよね。ジムチャレンジ開会式、参加される皆さんはホテルに未亡ミーシに泊まれます。委員長すごいな。よし、サクッとホテルの未亡ミーインをチェックだ。すげえな。みんななんか同じ服着てるけど、なんかそういう服着なきゃいけないのかな。ジムチャレンジャーのウリさんですね。ホテル未亡スボミーインはこちらです。案内いたします。私についてください。スタッフ屈強だな。あ、待って、こいつ気になってた。これ何、こいつ何。モンスターボールに話しかけた君にいいものあげちゃう。ボール、モンスターボール、 こいつをモンスターボールで捕まえることは可能ですかね。ちなみに僕はモンスターボールじゃないよ。じゃあ誰なんだろう。答えはボール界ボールよ。ちょっと石かなんか投げたいんですけども。てててて、うわ、なんかおしゃれ。ウリさん、こちらがスボミーンです。うわ、立派なホテルでございます。いいんですか、こんなところに泊まってもらって。ありがとうございます。ウィーン。おお、なんか真ん中に派手な、なんだこれ。よう、若者たち、無事エントリーできたよね。なんでホテルにいるの。マダミの森にいるとされている不思議なポケモンの調査、ガラルの伝説を調べれば何かわかるかもって思って、せっかくだから一緒に見る。何これ、ポケモンらしからぬあれだね。救ったとされる英雄、気になるなら説明するけど手短に。黒い渦、人呼んでブラックナイトが現れ、あちこちで巨大なポケモンが暴れ回ったが、剣と盾を持った一人の若者によって沈められた。その伝説の若者を、すなわち英雄をモチーフにした像。ポケモン関係な。いっぱい出そうには大変だな。大丈夫？まあなんとかしないとね。あんたってホテルに泊まるならチェックインしておけば。受付はなんだかちょっと騒がしいけど。オッケー、何か分かったらソニアにも教えてやるよ。へえ、なんかドラクエっぽいよね。うわ、なんかクレーマー団体みたいな。エール団ってなんだよ、チェックインの邪魔。
チームチャレンジャーの応援のためにわざわざ都会に来たのです。そんな真面目なエール団の邪魔をするのはポケモン勝負です。なんでもないです。あ、チェックインできないんだ。いいですよ。エール団とやら。あまり良さげなあれじゃないけどな。邪魔するのはポケモン勝負と言いました。あるトレーナーを勝たせるためエールを届ける我らエール団の凄さ恐ろしさじっくりたっぷり教えてやる。ファンもねここまで来るとね迷惑になりますよね。下っ端、あ、やっぱパンク系なんだ。いやー惹かれた者同士戦おうじゃないか。正々堂々水鉄砲だ。体当たり、おいおいパンクらしくねえぞ。そんな体当たりなんて可愛いことしやがって。やっぱり水鉄砲だろ男は。よし、経験値はしっかりいただく。水の波動を覚えたい。いいよ。何を忘れようか。はたくを忘れよう。1,2のポカン。水の波動を覚えた。強そう。喧嘩売っておいて負けた。俺めちゃくちゃみっともないな。賞金が安くない？ちょっともうちょっとくれよ。俺の敵を取ってほしいです。次から次へと。誰のファンなんだろう。あのタオルの人なのかな。ああ、なんかエール団に入れるかも。同じようなセンスなんだけど。ちょっと使ってみようかな水の波動。強いね水鉄砲。やばいな、持ってるポケモンが被る。よしレベルアップ。よしよし、いいホテルなんで浮かれていたかも。邪魔しておればですね、意外と素の、そして賞金も安い。高級感あふれるスペース、落ち着いて戦えなかった。ブリ、お前のチェックインは騒がしいぞ。ってなんだこれ、ポケモン勝負してるのかよ。チャンピオンになるのか。さあ2対2で勝負。初めてやる。なんか前の作品からかな、結構前かな、2対2ができるようになったんだよね。初めてやるわ。うわ同じ。なんでお前出さないの、かたくなになんで羊を出すの。お兄ちゃんからもらったやつ使えよ。水鉄砲いけ。いいね、この2対2は全然新鮮やな。バークアウト、そんなん覚えるんだ。全体攻撃みたいな。へえ。特攻が下がった。まあとりあえずクスネ倒しますか。あーそっか、ちょっと下がったから。ナイス、いいね、いいいいよ、連携がいい。バーグアウト、バーグアウト強いな。早く覚えないかな。特攻下がるしね。このポケモンないよな、特攻しか。水の波動いけ。お、いいじゃない、混乱も。よし、いけ、体当たり。いい、いいよ、いいよ、いいよ、混乱してる。あ、これ結構きついよな。特攻下がるし。
水の波動とどめだ。いけ、ナイス。経験値もしっかりいただく。さあ、気になる賞金は1500円ぐらいになるかな。2人から750円いただけたら。あー、きっちりきっちりいただきましたね。みんな何しているの？マリー。いや、何やる？ピカチュウ。あれ、あなたたちが自分チャレンジャーを気にするのはわかるけど、ちょっとばかり手荒すぎるって。かわいい。ごめん、エール団は私の応援団なんだけど。何あれ、ピカチュウ、なんすかあれ。みんな浮かれているみたい。ほら、みんな帰って帰って。素直に帰るんだね。私の応援に夢中で他のジムチャレンジャーにはトゲトゲしい態度になっているの。不可解な思いをさせたらごめんね。お前もジムチャレンジャーか、エールなんだっけ。早速ファンがいるなんてすごいぞ。何今のあれは何。